はい、のんち TV 始まりました。世界のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今回はカムカムエブリバディの第79話について話していこうと思います。はい、ひなたちゃんがね、高校3年生でまだ宿題がこうちゃんと夏休み中に終わらないみたいなシーンから一気に就職してこうね、映画村にね、上映映画村に就職してこう一生懸命働いてるという回でしたね。ねえ、そしてまた足立由美さんもねこう出てたし、ね、こう本郷奏多さんもね、虚無蔵さんにこう稽古をねしてもらってるっていうねシーンがありましたね。着実に皆さん進んでってるわけですね。そしてあのね、ももけんさんがね、とうとう映画を撮るっていう、とうとう映画ですっていうね、昔お父さんがやってたやつの、リメイクなのかな、そういうのを撮る、そして映画村の CM を撮るみたいな回でしたね。そして今回驚いたのは、なんとなんとなんと、あのサンタが、多分サンタが、テロップではあれでしたね。テロップって言うんですか、なんて言うんだ、あれでは謎の振り付け師浜田岳ってなってましたね。多分サンタですよ、あれはね。だからサンタの妹がね、安子だから、安子の娘だから、おじさんみたいな感じか。ねえ、おじさんに会えるのかってことですよね。そのおじさんだね。いつ気づくんだか、こうすごいことですよこれね。遅くところね、これはちょっとね、どうなるのか、これ気づくんでしょうけど、嬉しいですね。やっぱ浜田岳さんがこう出てこないとやっぱね閉まらないところはありますから、これは嬉しいですね。ねえ、こう偉い人になってる感じでしたもんね。ちょっと堺井正明さん風でしたけどね、服装とか髪型とかね。いやー、これはちょっとね新しい展開がね出てきましたね。楽しみですよ。はい、明日もまた楽しみにしたいと思います。はい、私 D のんちザワイズはね、こう D のんちザワイズっていうのはなかなか皆さんね覚えられないでしょうが、いつか覚えていただきたいし、周りの人もねそんなにね、D のんちザワイズとあんまり言わないんですが、ぜひね皆さん覚えていただきたいですね。はい、私は土曜日に ニューシングル、ね、迷うなら朝を撮るっていうね、わりかしこう元気のいいこう曲がね、リリースされるんでね、ぜひね、期待していただきたい。そして MV もねいいものができたと私は思ってるんですけどもね、これね、私的にはまあこういうのもいいでしょうみたいな、ちょっと面白おかしいのも、まあ前回も面白おかしいか、まあ前々回もそうか、やっぱりそういうとこはちょっとなんか抜けきれないのかな。まあちょっと面白いかなって思ってます。こういうのもね長い人生にはいいのかなと、こう贅沢にね遊んでいきたいなと
思ってましてですね、こういう形になりました、見てくださいみたいにしたいんですけど、まだなんで、ね、土曜日、この動画出す頃は水曜日なんで、木あと2日3日でね出るんでね、自分が一番楽しみにしてるんですけどね、なんか皆さん反応いただけたら嬉しいなと思っておりますんでね、よろしくお願いします。今日はね、全然違う話ですけど、ケンタッキーのね、ケンタッキーのアップルパイがちっちゃくていいですね。アップルパイなんか最近っていうか、ここ2年ぐらいでちょっと好きなんですけれどもね、ケンタッキーのアップルパイはちっちゃくていいですね。あれは素晴らしいね。多分いろんなのでかいもんね。まあ高齢化社会になったんで、やっぱ、ね、そんなにいっぱいは食べれないって人が多いっていうのをこうアンケートで出てきたんじゃないかと思うんだけどもね、すごいね、はあ、ケンタッキーなんかこうデザインとかもね、わりかしいいですよね、はあ、あれでこうお店がね、あんまり明るく、照明とかがね明るくなければね、もうちょい明るくなければなぁなんて私は思いますけども、でもねコーヒーとかも黒かったりしてかっこいいしね、デザイン的にはね結構好きですね、ね、あとケンタッキーはなんかね、もうちょいこう買いやすいといいよね、買いやすさとスピードがねあるといいよね、なんか頼みにくいんだよな、それでやっぱりちょっとまあいいかって思っちゃうんだよな、ね、それがなければケンタッキー一番、ね、行きたいですけどね、ね、まあそういうのだとそれかな、あとはまあ店員屋がすごいね、店員屋500円ってね、もうちょっともうおかしいよね、もう誰も勝てないよみたいなね、ねえ、まあその辺に私は日々びっくりしてます。あとマックのなんかなんだっけあれ、チョココロネみたいなやつ、最近出てるやつ、あれもいいですね、何やってんだか、こうね、その辺好きですよね、嫌いじゃないね、ああそうそう、あとね最近コーラが飲みたくなるね、コーラ久しぶりに今日ねコーラ飲んでね、こうああいいなみたいな感じがありますね、まあそんな感じで何の新しい情報もないか、まあそうそう、ケンタッキーのアップルパイ、皆さん最近行ってない人はぜひチェックしてみてください。はい、皆さんチャンネル登録といいねボタンとか押してくださいよ、見たならばって思うんですけど、なんかなんかねちょっとは伸びたいねあと50人ぐらいはね伸びたいんですよ私、はい、皆さん協力お願いします。はい、それではまた明日、バイ。